物の修理の修理の事務です。はい、あ、そうなんですね。事務仕事なんですね。はい、じゃあ、会社で資格取ってきなさいとかそういった形じゃなくて、ご自身でスキルアップのために、はい、あ、なるほどですね。でもなかなか女性としては珍しい、スキルアップのための資格としてなんかこう電気工事士を取ろうっていうのはなかなか珍しいことだと思いますけど、どういった修理で電気の工事の部門がありまして、はい、それで電気のワイヤじゃないケーブルか、はい、ケーブルとかなんかスイッチとか発注するもので、はい、これはちょっと勉強しといた方がいいかなと思って。あ、なるほどですね。そちらの方で一応関わってるんでっていうことですね。はい、ネットで調べて、はい、20の講習、はい、講習とかっていうのを探して、はい、こちらが自宅から近かったものですから、はい、ありがとうございます。じゃあ、Google とか Yahoo とかそういうので検索して、はいはい、ありがとうございます。考えましたね。あ、そうですか。やっぱお金がかかるから、はいはいはい、でもその電気を受ける、はい、お友達がいるんですよ。まだ受かってないんですけど。あ、電検3種ですか。電検3種。あ、そうなんですか。素晴らしいですね。で、その人からやっぱり、はい、ぜひとも、はい、そういう講習を受けた方が、はい、言われて、はい、来ました。あ、なるほどですね。じゃあ、この資格取った後はまたステップアップで資格取得も考えてらっしゃる感じですね。そうですね。あ、もしできましたできたら、はい、はい、おかげさまで親切にしていただきまして、トイレなども手配していただいたり。いえいえ、もうぶっちゃけでお願いします。もうまずいとかまずいと言っちゃっていただいて、はい、お弁当がまずいとか。お弁当まずいですね。まずいですね。まずいですね、お弁当。はい、筆記は、はい、先生が、はい、あれどこやってたんだっけとか言って、はい、途中で分かんなくなるところを何とかしてほしいなと思ったんですけど、はい、ただ、はい、やっぱり自分で本読んでるよりも、はい、たまにこうエピソードっていうか入るから、はいはい、忘れられなくなるっていうか、はい、いいところもありました。はい、はい、ありがとうございます。これくらいの人数で、はい、なんかこう先生もメールアドレスとか教えてくださいましたし、何でも質問しやすい、はいはい、後でこう、あ、これ聞いとけばよかったっていう時に、はいはい、することができたので、とても良かったです。ありがとうございます。助かりました。はい、まあ、実技と筆記とあったと思うんですけど、あ、はい、分かりやすかったです。はい、どの辺が特にとかってありますか。実技でもいいですか。はいはい、実技この全部やってくれるっていうところがなかなかないと思うんですよね。はい、で辺見先生厳しくて睨みつけられて怖かったんですけど、はい、やっぱ一生懸命こう予習っていうか練習して来ようと思ったんで、はいうん、よかったと思います。はい、金子先生は優しいです。金子先生優しいです、ね、優しいです、はい。もう私40代後半なんですけれども、はい、久しぶりに勉強して、実技引き向かりましたので、はいはい、年なんか関係なく、はい、で女性の人もまだ、はい、なんていうのかな、現場なんか行くのも難しいと思うんですけど、はいうん、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。はい。